背筋つゆムシは、バッタ、メキリギリスかつゆムシかの昆虫。つゆムシに似て、背に、縦筋の模様がある。体長31から40ミリメートル前後全身鮮やかな緑、または、泡褐色から褐色。つゆムシよりも幾分頑丈な体つきで、足は、やや太く、短い。特にメスで顕著。前羽は長く、つゆムシよりも厚みがあり。 後ろ羽根の飛び出し方は弱い。死ゆで体型、色彩が若干異なり、一見では別種のようである。オスは頭部、前胸に褐色に縁取りのある大色の筋。羽には褐色の筋。メスでは頭頂から羽の先まで乳白色の筋がある。普通メスの方が羽は短いが稀に長羽根型が現れこの場合のみオスの体調を超える。 腹眼は黄色く、上四分の一ほどに黒い筋が横切るようにあり、そこから上の部分はやや濃い色をしていて、怒ったような顔に見える。産卵管は非常に短く腹部の半分ほどで、小釜の葉のような形。夜の切実ゆ虫本州、四国、九州、津島、南西諸島に分布。平野部から低山帯の森林園、およびその周辺の草むらに生息する。 または、人家付近の池垣にもいることがある。主に鶴性植物、カナムグラ、カラスウリ、ヘクソカズラ、クズなどの群落に住む。池垣にいるのもこれら鶴植物によってきているためで、ある。食草は、ツユムシの中でも多岐にわたり、キクカ、ヒユカ、マメカ、ウリカ、シソカ、クワカ、ナスカなどである。カキでは、クレオメやオシロイバナをよく食べている。 ほぼ完全な夜行性で、昼間は、歯の上で、体の後半部を少し持ち上げ、触角と前足を前方に出し、中足と後ろ足を少し開いて止まるという独特の姿勢で休息する。つゆ虫に比べ体つきが頑丈で、固めの歯を食うほか、熟しかけた果実なども食うことができるなど、つゆ虫より、食性の自由度は高く、適応力がある。また、足や羽なども強く、 ヤブの中で生活するのに適応している。主に草むらの表層で生活する、ツユムシの仲間ではやや得意である。このため飛翔力はやや他のツユムシに劣り、重々しく、ゆっくりと飛ぶ。メスでは特に飛翔力が劣り、数十センチ程度である。しかしまれに、長羽型が現れ、オスと同等の飛翔力を持つ。オス及び長羽型のメスはよく、明かりに来る。オスは、 夜間、チ,チチチという泣き出しで始まる泣き声を出す。次第に、テンポが早まり最後に、ジュキージュキーと数回繰り返し終わる、独特の泣き方をする。オスは2から3回泣くと10から15メートルほど飛んで、移動し、また、そこで泣くという習性がある。通常の泣き方のほか、ジキキと2回ほど繰り返してすぐ泣きやむ泣き方や、昼間、休息中に短い泣き声を出すこともある。 メスは前バネに、オスとは異なる、仕組みの発音機を備えていて、オスの声に反応し、父、と小さな声を出す。オスはメスに背中を向けながら、交尾を流す。メスの微ンに請求が渡されると交尾は完了する。卵が成熟したメスは、食草の茎などをかじり、産卵管を差し込んで卵を産み付ける。卵は5から6月頃孵化し、6回の脱皮を経て、 7から8月頃成虫になる。発霊幼虫は褐色で脱皮を繰り返すうち緑色のものが出てくるようになる。ありがとうございます。